ジョン・ボッシュとヘンリー・ロム・ボッシュ・ロムは、カナダのケベック州ラバルに本社を置く眼科用、医療製品のメーカーである。コンタクトレンズ、レンズケア製品、医薬品、眼内レンズ、その他眼科手術用製品を製造している。1853年、アメリカ合衆国ニューヨーク州ロチェスターで、メガネ職人のジョン・ボッシュと、家具職人のヘンリー・ロムによって設立された。 2013年まで同所に本社を置き、アメリカにおける最も古い企業の一つであった。かつては、ニューヨーク証券取引所に上場していた、公開企業だったが、2007年に、プライベートエクイティファームのウォーバーグ・ピンカスに買収され、上場を廃止した。2013年5月、カナダに本社を置く、バリアント・ファーマシューティカルズが、ウォーバーグ・ピンカス社からボシロム社を、 現金85.7億ドルで買収することが発表された。この買収には、ボシュロム社の負債の返済に充てられた42億ドルが含まれている。この買収は、株主総会で承認され、2013年8月5日に取引が完了した。ニューヨークヘッドクォーターズ・オブ・ザ・バウッシュロム・オプチカル・カンパニー・イン1891-1849年。 バーデンビュールテンベルク州のずっ生まれの創業者、ヨハン・ヤーコプ・バウシュことジョン・ジェイコブ・ボシュとハインリ・ヒロンプ、ことヘンリー・ロームがアメリカに移民した。二人は、ロチェスターで出会い、互いに、ドイツ系移民であることから友人となった。1853年、二人は、ロチェスターで片眼鏡を製造する、小さな工場を設立した。1861年までに二人の事業は、 硬質ゴム製のメガネフレームや、その他の精密な資格製品の製造にまで拡大した。南北戦争中、北軍による海上封鎖により、金やヨーロッパから輸入する材料の価格が高騰した。その結果、硬質ゴムを使った、ボシュロムのメガネの需要が高まった。1876年に、エルンスとグンドラッハが入社し、顕微鏡の製造を開始した。同年、 ボシュロム社は、フィラデルフィア万国博覧会で優秀賞を受賞した。また、写真レンズ、メガネレンズ、ミクロトーム、双眼鏡、望遠鏡なども製造していた。1892年からは、ドイツのカールツアイス社と提携して、光学レンズを生産した。19世紀末には、メガネ、顕微鏡、双眼鏡のほか映写機、カメラレンズ、 カメラ用絞りなども製造していた。セオドアル・ーズベルト大統領に、下でのアメリカ陸軍、海軍の増強に伴い、ボシュロム社は販売代理店のセグミュラー社を通じて、高額測定用の高精度レンズの製造を依頼され、セグミュラー社との合弁会社を設立した。この新たな展開と同時に、新製品の開発や旧製品の改良のために、5人のメンバーからなる。 研究部門を発足させた。ドイツのカールツァイス社との新たな提携により、ボシュロム社、セグミラー社、カールツァイス社の3社は、特許の使用や、新しい市場の開拓などの面で、競争上の優位性を確保した。1902年、ジョン・ボブの息子のウィリアム・ボシュは、溶融したガラスを鋳造することで、目的の形状をレンズを直接作り出す手法を、開発した。 それまでは、レンズを研磨する手法しかなかったが、これにより時間と材料の大幅な節約が実現した。1900年代前半から半ばにかけて、同社はアメリカで初めて高い工学的品質のガラスを生産した。1903年には、顕微鏡や双眼鏡、カメラのシャッターなどの製造を開始した。政治的な出来事の影響により、 同社はさらに発展した。第一次世界大戦により、携帯用双眼鏡、レンジファインダー、カメラレンズ、双眼望遠鏡、サーチライトミラー、魚雷干渉順器、潜望鏡などの光学機器が必要となったため、製品の範囲を大幅に広げることができた。第一次世界大戦まで、ほとんどのヨーロッパや北米の国において、光学用ガラスや、 それを使った機器はドイツから輸入していた。化学製品や実験器具も同様だった。第一次世界大戦でドイツが敵国となったことで、これらのものをドイツ国外で製造する必要に迫られた。1930年代、同社の総生産量の70%を軍需品が占めていた。1936年、陸軍パイロットのためにサングラスを開発し、 レイバンというブランド名とした。1933年、ボシュロム社は優秀な理科系の高校生を表彰する、ボシュロム名誉科学賞を開始した。映像メディアの主役が映画からテレビに移り変わりつつある頃、ボシュロム社は、シネマスコープのための改良工学系を開発した。これにより、フィルムベースのアナモルフィックレンズを使用したフォーマットが普及し、 ほとんどの映画館でスクリーンの幅が2倍になった。1965年、ボシュロム社は、チェコの科学者、オット・ウィンフテルレとドラホスラ・フリムが開発した、ヒドロゲルコンタクトレンズの特許のアメリカでの使用権を得た。3年間の開発期間と2年間のアメリカ食品薬品局による審査300万ドルの投資により、 ボシュロム社は1971年にポリメタクリル酸、ヒドロキシエチル製のコンタクトレンズを発売した。それまで発売されていたガラス製やアクリル製のコンタクトレンズとは異なり、このコンタクトレンズは柔らかいのが特徴だった。このコンタクトレンズはソフレンズというブランド名で販売された。1980年代半ばから、 同社では大規模な組織再編を開始し、それまで同社の中核を成していた様々な用途のレンズの製造部門を売却した。サングラス部門は例番として継続され、効果的なプロダクトプレイスメントにより好調な販売を続けた。ポリマーテクノロジー社やドクターマンファーマ社などの買収を計画的に行い、コンタクトレンズ製造などの既存事業を強化すると、 共に、新しい事業にも着手した。一連の企業買収の結果、1997年に、手術用製品を製造する部門が設立された。レイバンブランドは1999年に、イタリアのルックスオーティカグループに売却された。ボシュロム社は、コンタクトレンズの最大手メーカーの一つとして、グローバルに事業を展開する企業へと発展した。現在、 世界36カ国で約1万3000人の従業員が働いている。2006年の総売上高は22億9000万米ドルと推定されている。ありがとうございます。